遅れ、あーやべー、パスローもれー、競輪でねえよこれは競輪じゃなくて始まる、やってやったかんよ、はいはいはい、今ここが 俺がホールの中心だみたいなね、はいはいはい、その感よ。でも本当にその大勝ち台が出てきましたね。まだ早い、まだ早い、まだ早い、全然まだ早い。これが4桁になった、なってからよ、それは。うーん、負けはなくなった 100%。 それだってこれ終わったら帰るもん。じゃあよし、モード上がれ。またベル振りせんかこれやったら終わらんねん、マジで、マジで。3桁さ、コータックスベートでやっぱむずいわ俺はベル振りでいい、はいこの3つでなんとか、そうですね、ガソッと、やべえやべえ、次、次連絡引いたらってなりたいやん、やべえやべえやべえ、そこに来て、そうそう、500みたいなね、そんなね、頼む頼む頼むみたいな、涙しわーみたいなさ、そこが欲しいです。20、2倍。よし、赤い、はい、2、よっしゃ、まだ2倍、押し、ナイス、よし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 、結構乗ったぜこれだろう、これだろう、うますぎる、フルウェイトなんすよ、フルウェイトなんすよ音がやべえよね。で、一時ね、4桁になったらもう全部セブライになるやろ、はい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 、よしよし、やったやった、これでしたね、これ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 、できたできた、内容が弱かったね、2倍次第ではこいつ化けたんだけどね。スロットで一番大事な時にグダ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 喋りながらやっていい結果出るわけねえだろずっと特大ブームだろそれしかないのにテヘペロあ、リプレイやったベル振りかと思ったらリプレイでした。よーし、どうぞ。よし、頑張るぞシークレットバトルめちゃめちゃ入るねけどね。そうっすね。あーやばー、マジで、え、マジでえぐいて、あれ通常だけ、違う、あ、え、今日落ちまあボラはあるだろうけど、さすがにはずナイス、ボナが軽くなってきた。あ、来たよ、おい、やっぱりできてましたね、デカプッシュ、おい、マジで帰れんて、あの、すいません、いろいろちょっと大人の関係でビッグショー音ゼロにしてやってるんですよ、なんでちょっとあれですけどやべえ。マジで閉店や、これ終わらんぞ、はい、あと泊や、えー、よしありがとう、ファイブカラットナイス、ありがとう大好きですはい、おい、あ、うん、違うか、遅れやね、はい、遅れたね、はい、今ね、あからさまに、
はい、あー惜しかったな。ゲイ、お、お前にこの世界を変えること、また怒っちゃうんじゃないですか。バカ野郎そんな頻繁に起きてたまるかとか言って期待しちゃったりして。おい、やったやった、めっちゃ久しぶりじゃない？午前中ぶりや。おいおい、これで通ったのが4000枚になりました。はい、ようやったな。ねえ、マジでほんまにすごい。今日はもう100点以上ね、え、ね、穴まるよね、はい、やっぱあの中打からもう全部違ったもんね、まあ、そういうことよ。また言ったら2番、1番でなくて2番だったところからねえ言ってしまえば、はい、引きを使いすぎなかったわ残しといたっていうねスロットの分に取っといたもん。そうですね、ああ抽選に全てを使い果たさなかった。さあクォーツが、まあ、残り3つと9個ダメージ、クォーツは9個いきましょう。まだまだいきましょう。はい、カノンバトルか。ああここでのレイクって、はい、のせかくなの弱追加で 80%、うん、それ以上で、あ、まあ、それあの上乗せ期待度と継続期待度両方とも一緒なんですよ。ああそういうこと。多分ね、ああなるほどね。なんで分かんないんですよね、 100% ではね。うわ、来た来た、噂をすれば弱追、はい、おー、なるほど、こういうことか。わーいしょー、やったー、わっしょい、追加、あー、オッケーオッケー、なるほどね、レア役を引くゲーなのね、これはね。そうっすね。ふー、さあ行きますよ。はい、無で、そっちか、弱者か、まあ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 、ナイス、80、ありがてー、やっぱこれやな、はい、要はあんな連続でコートリップ引いたなけど10ばっかやったね。そうっすね、あれ2枚やったらね、冷めくれてるけどね、頑張れ、ボーナス出た、あーいいね、はい、ナイス、来た来た、さあ今回もフルウェイトでいけますよ。な、これはダメ、うん、50、なんでラッキー、ありがとう、めちゃいいのがだった、ね、もしかして、はい、マップがマップとか言って数振り出した25。クォーツアクティベートチャンスって何をしないといけないでしょうか。はい、何をしないといけない、ああクォーツアクティベートチャンス中にするべきことは何でしょうか。リプレイを引かない、はい、言い方を変えるとベルを引く、ベルを引く、はい、そういうことやろ、はい、ということで、この次のクォーツアクティベートチャンスは、はい、怒りベルゴーになります。冬月ベル、ベルじゃないならば帰れ、我々政府はついに今起こしている久しぶり、ある、これはある、はい、
願いします。あー、1,2,3,4,5。あー、頑張れ。ワンチャンもう一回できるチャンスはね。ワンチャンもらってきたら俺たちワンチャンもらってきたら来たら分かってきたよ。出た出た出た足りないやつ。あと2個絶妙やね。いけそうちゃいけそうやし、この時は本当にコンからコンゴ共和国って感じ。ドンキーコングって感じ。ええ、ドンキーコング3って感じ。OK。 うめえ。いや、まあまあネクストの方なんだ。そう、よし、たまったたまった、間に合うた間に合うた。あー、ダメだ。ほら、今日のこのお店の今現時点での最高出玉ランキング1位です。イエーイ、ボー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 。マジか、すごいね。指定台と言われてしまうな。そうですね、奇数です。トロフィー何も出てません。ART 中のはずはありません。さあ、思えばエウレカ 7A を言ってそんなに打ってないので思い出も特にありません。ですけれども一つの時代を作ったクォーツアクティビエートチャンス9999ゲーム、ツイッターで流れてきたマイゲーム乗るたびにセブフラが鳴る状態、たくさんのスロッターが夢見てきたと思いますけれど、私やるを人生最後のクォーツアクティベートチャンスでございます。噛み締めていきたいと思います。お願いします。大したことねなんか8個でどうにかならんか。そうっすね、続く。おい、持ってる。また会いましたね。ベルド。ああ、ダメか。あと30枚で表示5000枚なんで、あ、右上の、ね。じゃあ行ったじゃん。5000枚っていうことは5000円ぐらいは勝ちかな。バカ。パス打ちの野郎さんだよ。騙されたやつね。ああ、マジクソだわあいつ。今思い返せばマジで出せそうな顔してたもんな。なんやそれ。温めますね。温めるね。おお、温かんかい。いやー、できすぎくんやなこれは本当に、ね、あ、できすぎできすぎ。こんなんがあるからパチスロやめられないんすよ本当に。年間90万負けようかね。あー、忘れちゃうもん、負けた時のこと。僕も今日から絵を毎日打とうかなバカな子だ。何個あんだ。30からだよ。大事やな。はぁ、社長だけは引かんといてくださいね。いやもうマジそれよ、次引いたら3連続やけん。やってねえわ本当に。おー、ボナってるアラジンプレミアム、また弱者からやね、ここに来て。プレミアムが出るっていうことはビッグボーナスです。見えてきたね、はい、まだいるのでしょうか。もうないちゃもうないやろうし、そうですね、仕組みが分かってないので全然分かりません。さあどうだ。おお、またおるんかい。マジわけ分からん、すげえことなってるなこれ。ああ、
マジですか？偉そうっすよ。初めてやね、はい、初めてやね。嘘、偉そう。3000ゲームぐらいやってるけど初めて見たね。はい、はいはい、まあ、種割ってもいいな。そうだね、はい、種割ってもいいね、はい、そうですよね、そうあるべきだと思います。あ、これエビボだね。ほら、いいね。今日初、この初代のね、エウレカから続く連続エースからそのままボーナスに流れ込むように入る演出のセンスよ。かっこよすぎ。これだから1個セットストックしたってことだね。いい画面っすね、枚数と。最高です。あれは素晴らしい。おいおい、何でもありやな、マジで。あ、おった、どうしよう。おっ、いや、どうなんだろう、これは。どっちなんだろう。いきます。ねえ、すごい。やべえって今日マジで。伝説、2発目伝説。ほら、やべえって、やべえって今日やるをマジ半端ない。いやマジで引き溜まってたな、やる口の半年かかった、溜まってた、半年かかったわ。引くな、引いたな。中手出た4発目。ああ、いやーやべー、閉店、閉店、閉店コース。さすがに、さて、完璧やもん。神よ、俺を祝福しろ。100ゲーム4つ平均。こっからだって5000枚出したんだから。やりたい放題が過ぎませんか、ま、ちょっとこれはマジで見えてきたから、もうこっからちょっとフルウェイト。そうっすね。じゃあ行こう。レイクよ、レイク。あれかやろこれ。ほら、うますぎ。ボナっとけ。このままつけるぞ。なんだなんだなんだ。よし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 。さっきよりうめえ。さっきより230すげえ。やべえなー。ね。いや中手もう一回は引きそうやなっていうのあったんよ、ね、なんとなくね、はいはいはい、フリーズもう一回引くとは思わんもん。3,2,7,6,8ですからね。あー、一ピボまた。まあまあ久々にね、うん、おい久々ベルか。2倍が欲しい。きた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 。おい、レア役でとどめ刺すんだ。あー、210、まあまあ、うめえうめえ。あれ2倍がもっと絡んどったらな。そうっすね、ぶっ壊れとったな。うまくいったら4桁あったな、多分あの回数で。さあさあ、
ストックはこれで最後。はい、赤い、遅れた、うわー見た見た、やば、あるぞ、ほらほら見えた、来ちまった、ほら見えた、今日初の来ちまった、えっ、うめえ、こうなるんすね、こうなるんすね、おーやべえ、終わらんわ、大体全部やった、やべえ、マジ全部やりましたね、全部やった、はい、40なんかもう誤差だからマジで、あーなるほどね、ここに来てやっちまうか、いやもうダメだ、取り切れんわ、すげえな、見せた、はい、見せたわ、出ましたね、めっちゃ性格悪いやつ、いやこうやってねやればね A を万枚やっぱりもう見えてくるんで、はい、あもうメインやったうぜえナイスプライスビッグありがてえ、ああいらんいらんいらないんすよ、争うな争うな、もう仲良くせえ、よしいけーナイスあレギュラーかでもまあまあまあいけろ、ちょっとね、さすがにここに来るまでの2時間以上と、あー違うんすよ、そっちじゃないんすよ、うわスイカで光った、え、なんかストーリーが始まってんだけど何ですかこれは、 V2 じゃないですか、やべえて、どこまで行っても同じだ、最後攻撃が防衛、やばいて、ハハハハハ、 V3 あと15分ぐらいしかないっすよ、やば、3回目です、笑えんわ、サムネ店潰しました、店一軒潰す剛腕っつってねよしよし、このメダルを箱に移し終わったところでやめるわ、はい、ようやったようやった、万枚出せた万枚出せた、完璧ですね、万枚出たね、ね、万枚出たわ、よしここで終了します、はい、ありがとうございました、完璧でした、ユニメモだけ回収したい、はい、8868枚出ました、すごい、はい、いやー矢野さんお疲れ様でした、ハッピーニューイヤー皆様、 OK ビバリー、あけましておめでとうございます、やりました、完璧でした、これ以上なかろない、いやもう断言します、自分の初もたくさんあったし、はい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 、ありません、
前編も見ていただけましたでしょうか。はい、やりました。この全部やったと。本当にクォーツアクティベートをもう40回ぐらいやりましたね。はい、おそらくね、そのまあその中での1回があれだったっていうね。やっぱもう言った通りやったから、そう何十回やっての1回ですと、もう本当そうだった、はい、今まで、はい、やる口をずっと見てくださって、はい、グッドとかコメントをくださってる皆様、はい、もうずっとね言ってましたね、はい、今日これ打ってこれ引いてあれしたいやこれしたいみたいなのが、やっと叶った回になったんじゃないかなと、ね、はい、ドリームズカムトゥルー、はい、ちょうど新年明けてすぐなんで、はい、もう明けました、最高のスタート、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、あの台の最高も塗り替えたし、ああ、今日のファイブカラット大師展の最高もエロさんだった。いや、はい、言われたもんね途中で、はい、栄養めっちゃ出てる台あるなと思って見に来たんですよみたいな、ああ、 近所に住んでる台ある、はい、エロさんだったんですね、僕ねーす、完璧。まあ、この金でね、明日ちょっと忘年会、はい、まあ、まあ、食事会、慰労会、はい、慰労会、そんなにいないんですけど、まあ、なかなかそういうのがしづらいですから、はい、まあ、ちょっと一軒、ありがとうございます、家の近所にある、レバ刺しが美味しい鳥屋さんにちょっと行きたいなと、はい、まあ、そこでね、ああだったこうだったみたいなのをちょっと、まあ、あともう一人ね、若手のスタッフが来るんで、はいはい、まあ、ちょっとワイワイとやって、はい、ちょっといろいろだから今日も出したいよね、何枚出たと思うから始まって、何枚出したと思う、はい、みたいな、言わないでください、何も、ああ、ちょっと語りたいと思いますんで、はい、まあ、やっとね、なんとかそういうスタイルだったら飲食シーン OK かなっていう会社のコンプラもそうなりましたんで、はい、まあ、やるおといえば買ったらなおさら、はい、やっとお見せできるかなというところです。それではまた明日お会いしましょう。よろしくお願いします。どうした、やります。勝利の美少世界で一番うまいでしょ。これはもうこのまま食うのか、サラにとって、はい、ちょうどよかった、これに入れてもらうの、こんなに入れるって、そっちに移っちゃうの、大丈夫、こいつ無理やわ、なんか盗品とかある、自分の盗品なわけない、そういうニュアンスやったね、いやいやいや、やつも映ったらまずいもの、このポケットになんか入ってるんですか、そんな、お疲れ様でした、マジでお疲れ様でした、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 いやーうめえ、いろいろうめえわ、マジで、翌日です、このために売ってるから、間違いない、ありがとうございます、バスロこういうのするためだから、間違いない、最高の日でした、食べてください、ありがとうございます、食べてください、まあ、せっかくだから、はい、クイズだと、はいはい、まあ、こうやってるっていうことは、はい、買っとるから、はい、それは分かる、はい、で、まあ、機種は A を売った、 A、 はい、契約もできる、まず、いっぱいじゃクイズだと、はいはい、昨日の一連のクイズだと、一連のクイズ、はい、流れ、はい、AO は詳しい、分かる、 ある程度は分かる、昨日、ファイブカラットの大使店、はい、まあ、5月からなのかな、結構お客さんもね、はい、多くて、200人ぐらい、まあ、150か200ぐらい、そんなことですよ、結構おるね、はい、まあ、リノスタートとか、まあ、リノでもいいかみたいな、どうしようかねっつって、で、抽選は何番だったでしょうか。58、ファイナルやろ、ファイナルやろ、さすがに、だってまあ
そんだけありますからね、240。正解は2番。めちゃめちゃ両番でも2番引いて番長とかそんな目もくれずに AO に行くっていう。いやもう言っとったから、もう AO って、はい、その店に決まった時点で、はい、AO やね、食べながらして、まあボナは引けるやん、言っとったら、まあ設定度も別にね、はい、そんなないし、はい、で、まあ投資3万円で3万円目で、まあ、やっと IRD に入りました、はいはい、一発目、はい、まあだからあれはボナからじゃないで、通常からやね、通常から ARD 入って、はいはい、何枚だったでしょ最初の ARD 一発目、昨日一発目の ARD の、そうあれ結構クオーツ開けてみるチャンスでやれないときついんですもんね。で純増もそんな高くなかったはずなんですよ、 1.4 だそうですよね、ボナ込みかの、あボナ込みで 1.4、 ボナ込みだったら 2ぐらいになる、ボナ込みで2多分ね、大体そうだよ。ヒントちょっともらうんですけど、ああボーナスを引けました、その間に、はい、引けてない、まあ、入れるなどして120枚、ああファイナル AO、 ファイナル AO まあまあいっぱいありますからね、選択肢は、まあね、まあ、一番難しいかもしれない、ね、そうですね、無限大幅がでかすぎて、無限大で、エコさん120っていうのは、まあ、全然やれなかった感じ、そうですね、まだ一発目なんで、まあ、一発目はジャブ打っとこうかなぐらいで120かなって、なるほど、ただならしっていう感じで、正解は30枚予想より下行くんですね、展開で言うと、はい、30枚の ARD 終わって、あ終わった後です、終わった後で、まあ、もう一回 ARD 入れて、はいはい、1300枚ぐらい出た、あなるほど、ってことは3回目ってことですか、それは 2回目の ARD で、あ2回目の ARD、はい、1回目が30枚だけ、はい、で次に入れた ARD で1300枚でちょっと絡んで、振り幅でかいっすね、まあ、それが昼ちょいすぎぐらい、戻ってきて、よっしゃやったのがこんなら、はい、応援室、はい、まあ、バーゾロイ中間チェリーだけどスライドをしてるからさ、まあ揃えれてないわけよ、あ、揃えないんですね、揃えれんやん、そうですね、まあ、もう狙ってんやん、1,2,3 と押してるからさ、あーうわーみたいな、はいはい、チューチェキガーってやるのに、うわーってなってだからそれがバーゾロイの方が俺たちも分かってなかった、そうです、まだ分からないですもんね、もうただの5000分の1なのか、はいはいはい、そう16にいってんのかみたいな、まだドキドキのしてドキドキしてる部分だから鈍いちゃいフリーズやけど、はい、あの時の俺たちは寒いじゃん、あそう5000分の1はフリーズを伴うバーゾロイか、はい、フリーズを伴わない16金シャッター割れてるあ、そうです、あ、でも中間引いたら金シャッター出るんですかね、いや、それが分かんないのよ、あ、だから何か分かんなくて、なるほど、なるほど、そう、まあ、それすら分からんから、はい、まあ、出るんかね、どうなんかね、はいはい、それぐらい強いよ、まあ、いやいや、やってみよう、じゃあすごいですよ、いますよ、ね、もう出まくり、いや、だから、それ取らない、えぐいっす、はい、ね、お前なんか、なかなかあんまり良くないよ、誰が見るの、完全に多いらしいですよ、だから、多分プリンタイトが多分あんま良くないから、そうですね、俺がおはようございます、俺がおすすめするのは、はいはい、こちら長方じ茶割り、うまそうですね、ほうじ茶めっちゃ香ばしいよ、はいはい、石川のね、石川のほうじ茶、はい、香ばしいから、ちょいかいの飲んでみます、おすすめなら、これ今本当だったらこっちにしてる、今日4アブボール、はいはい元気元気っすね、サルボーラ元気出るよ、でどっちはもうこれ美味しいな、へぇー無精で飲む、じゃあ次はそれにしますよ、うん、もう俺はもうバカだからデカ飲む一択この辺の一択で一択でこれっすよ設定とかじゃなくて、ゲージ伏せた、壊したね、運転にも3回やりました、3回やったんですか、え、フリーズで2回と、
ハンドマダルのエピソードから、はい、で、これが一番の質問なんですけど、まあ、最終の回収は流した場合そうです。レシートは何もなかった。89、ほんまに真ん前取り逃してるじゃないですか。かってた多分ちゃんと取り切ったらマンゴーとか見えるレベルで、まあボナにボナの人にもやるけどね。まあまあやばいですね。やった、やりましたね。おめでとうございます。いやもうありがとうございます。もう本当によかったな、この回をね。開催できるかどうかだったじゃん。そうですね、 やりたいねって言われて、まあ、まあ、結構厳しい、まあ、その借金解消終わって、で、まあ、ちょうど今解消終わったところだから、まあ、無理して返すじゃないですか。あとちょっとやったら、で、まあ、ギリギリの生活してた中で、あのでも矢川さんはおごってくれるっていうか、ほんまに一生懸命ずっとやってくれてて、でそれがなんか報われるというか、ありがたいです、本当に。でだから帰りで2人で話すよ。なんか行けろ引きとかそういうのじゃなくて、今日こういう会をやりたいっていう気持ちがいろいろこう繋がったのかもね。そうですね、うん、14万ぐらいガチや。おー最高、なれ。いやでもそんなほんまに打ったらもう一生栄養しか打たれへんからになっちゃいますもんね。いや途中で言ってたもんね、あの栄養のいいところを見せますよ。これで皆さんも明日栄養打ちに行きたくなりますね。あ、もうないんやっためっちゃ悪い。ニコに任せるようにして、どうございますか。ありがとうございます。いえ、大丈夫ですか。全然です。はい、本日お邪魔させていただいたのは、大阪市は北区にございます鳥湯さんでございます。詳細はまあこの辺に出るのかな、出るのか出ないのか分かんないですけどこれです。なんで、おったから、わざわざ表まで出てきてくださいましたけれども、では特別サービスといたしまして、ね、エロさんがご来店されたらなんとドリンク1杯サービスさせてもらいます。ありがとうございます。キーワードはやる口を見たです。お願いします。必ずこれ言ってください。、はい、やる口を見たって言ったらドリンク1杯サービスしてください。必ずサービスします。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ありがとうございます。違くないけど、ありがとうございます。、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。次また。また。ありがとうございます。